皆さんこんにちは。フリーランスで美容のお仕事をしております、アスカと申します。よろしくお願いします。今日はゴム2本で作るお団子アレンジをお伝えしていきます。今やっているこのお団子のアレンジです。今日もピンは使わずにゴム2本でお団子を作っています。その際の、低い位置で作るときはいっぱいほぐしてしまっても大丈夫なんですが、お団子を高い位置で作るときにたくさんほぐしてしまうとちょっと雰囲気が変わってしまうので、そういったポイントが伝わればいいなと思っております。簡単なのでぜひ皆さん最後まで見ていただいて実践してみていただけると幸いです。それではアレンジを始めていきます。はい、それではアレンジ始めていこうと思います。今日は先にアンカール毛先につけています。なぜかというと私の場合は髪が硬いので後から巻こうとするとちょっと 32mm のアイロンだと太くって巻けない時があります。なのでこういう感じで先に本当にざっくりなんですけどアイロンをアンカールだけ入れておいて毛先を後で巻くっていう手間を省く作戦です。髪の毛が柔らかくて巻きやすい方は後で巻いていただいても構いません。もちろん巻かずにアレンジをしていただいても全然大丈夫です。ただあくまでも今日はワンカール先につけてアレンジしていこうかなと思っています。このワンカールは本当にざっくりでいいので、私はさっき軽く巻いたんですけど、こんな感じで中間の癖を少し取ってツヤを出してあげながらまとめてワンカール、で最後後ろもまとめてワンカールみたいな感じで巻きました。そんなにね真面目にやらなくて大丈夫というかざっくりで大丈夫です。はい、ではまとめていきましょう。でまとめる際にまた分け目がパックリと割れているとちょっと悲しい印象になってしまうので、こういった尖ったコーム、リングコームで私は先にジグザグに取ってあげます。もちろん爪が長くて爪で引っかかるからできるという方はもうこれ使わなくても大丈夫なんですけど、あくまでも私は爪が短いのでこれでやっていきます。そしてスタイリング剤をつけます。何でもいいんですけど私はトリートメントの保湿のクリームを今日は使っていきます。あ、何でもよくなかったです。ワックスはダメですね。固めのワックスだとちょっとパサついて見えてしまったりするので緩い方がいいですね。で中間、特に内側とかつけていただいてまとめていきます。今回もピンは使わずにやっていこうと思います。低めのシニョンだと下にやるんですけど、お団子の時のほぐし方のポイントが少し変わるので、今日は解説していけたらなと思います。そのほぐし方っていうのが、下面に作る時のお団子は結構オーバーにというか、しっかりほぐしても可愛いんですけど、上に作る時のお団子はほぐしすぎちゃうと、なんか少しバランスが悪くなるので、やや控えめにほぐすのがポイントなんですね。それが少しでも伝わったらなと思ってやってます。持ってきます。夏になってきて私はよく日焼けしたくないのでこういうシャツを上に羽織るんですね。暑くても羽織ったりするんですけど、この襟とかがあるとちょっとこう下の方にアレンジしているとやぼやぼしてしまって、なんかこう締まりが欲しいなっていう時にお団子にしたりします。ではやります。一つ結び終わりました。使うのはゴム2つで今日もやっていきますので、このゴムですね、はい使ってます。で今1本使いました。そしたらほぐしていきます。でほぐす前にちょっと遅れ毛というかのバランスを見て出しますね。これあんまり多いとやっぱりバランスが悪いのでちょっとでいいです。このぐらいですかね。じゃあいきますね。ほぐしすぎ注意なんだけどややほぐすっていうのがポイントです。親指と人差し指をつけてもらってつまみ出すような感じですねにつけていきます。はい、私結構大きくほぐすのが好きというか癖なんですけど、お団子の時は本当に気をつけてほぐしてます。イメージで言うとほぐしすぎると昔のカツラという着物着てる人がやってるような髪型みたいになっちゃうんですよね。伝わるかな。ややこうコンパクトなお団子を作っていこうと思います。このぐらいですかね。でもちゃんとほぐれているのでこうふわふわした印象にはなるんですけど、あんまりほぐしすぎないようにして、あとこの後ろの方が多分どんどんルーズになってくるのであえて私はあんまりほぐさないです。ではいきます。今度はこの毛先余っている部分を、はい、これで三つ編みでもいいですしツイストでもいいです。これでもこうやってツイストでもいいですし三つ編みでもいいです。ちょっと今日は三つ編みします。三つに分け取って三つ編みしていきます。この時の三つ編みはそんなにギュッと強く結ばないです。
ほぐすので、普通にあんまり何も考えずに三つ編みして大丈夫です。結構私毛の量多いので、かなりね、なんかゴム太の三つ編みになるんですけど、こんな感じですかね。はい、三つ編みしました。で、ここしっかりと持っていただいて、取らないように気をつけてください。ほぐしていきまーす。三つ編みの横をほぐす。はい、こっち側行きまーす。はい、こんな感じでほぐしました。で、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、この三つ編みの横をほぐして、この縦か、真ん中のここも軽くほぐしていきます。はい、じゃあこの三つ編みをほぐしたものを巻きつけていきます。髪の毛を最初に結んだゴムの周辺にくるっと巻きつけます。ゴムの中央をこう円を描くように毛束を回します。そしてこの持ってる一番この毛先は外さないように気をつけて、この毛束の上にゴムをかけるっていう感じですね。この毛の持ってる上に、この上にお団子ごともう一回ゴムで結びます。この留め方をするとゴム見えないので本当に楽ですし、ピン打って偏頭痛にね、変な打ち方して偏頭痛になるっていう方とか、私そうなんですけど、なのであんまりピンを使いたくないので、こういうゴムだけのアレンジにたどり着いたんですけど、ピンを打つ方が楽だよっていう方はもちろんピンを打っていただいて構わないので、はい、あくまでも私はあんまりピンを使わないよっていうだけなので、でこれで止まりました。感じですね。止まってます。もし不安定だなという方はゴムをこの、ベースで結ぶゴム、巻きつけて結ぶゴム、留めてもさらに不安定で怖いなと思う方はもう一本その上から留めてあげて、計3本使っていただいても構いません。まだこのお団子はほぐしてない状態なんですけど、このぐらいですかね。で止まっています。私結構この髪の毛がほやほや出てきてしまうんですけど、それはつどつどこうピンって立っちゃうけですね。仕上がり見ながらアイロンでワンカールつければ問題ないので、そんなに焦らずにやっていただいて大丈夫だと思います。でこのお団子をちょっと最終的にほぐします。バランス見て今ほぐしたところシルエット変わったの分かりますかね。ちょっとこう前から見た時にふわっとした毛が見えてほしいなって思う時は、ここへこんでるなとか鏡を見ながらほぐしていきます。このぐらいですかね。何にも一番最初に三つ編みした状態でほぐしているので、あらかたほぐれているんですけれども、最終的な形のチェックを今したっていう感じです。そして顔周りの毛たちをちょっと巻いていきます。これを、じゃあ顔周りは外はね。結構皆さん長さによるんですけど、顔周りに例えば3段ぐらい遅れ毛があるよっていう人、こことこことこことみたいなあったら、外内外って巻いてあげても可愛いですし、ちょっとやってみましょうか。この1段目が外羽にして、で2段目がちょっとやや私長いんですけど内巻き、内巻き、ここ最後これが3段ってことですね。これを外羽とか入れてあげると、はい、外内外でこう自然に一つずつの毛束はワンカールしか巻いてないんですけど、引きで見た時にふわふわとカールがたくさん入っているように見えたりします。ちょっとねこの毛が厄介なんでぐるんと巻いちゃいます。で左右同様に遅れ毛も出てる人はちょっとね巻いてあげてもいいと思います。じゃあこれを外にして、この毛を内にして、でこの毛を超微妙なんだけど、これを外外内外ですね。はい、でそしたら前髪がない方はこのままかき上げてもらってもいいですし、私すごい微妙で下ろしそうと思えば下ろせるので、下ろしてみます。ここかな。ワンカールしただけだとやっぱりペタンとしてしまうので、この表面の毛をちょっとだけ取ってあげて、根元からぐーっとアイロンで起こしてあげるっていうのをやると前髪がふわっとしてくれるのでおすすめです。前髪ある方、表面だけちょっと動きをつけるというかオーバーに巻いてあげても可愛いかなと思います。これであとは気になるところだけをちょっとね、こういう出てるかもと思うような毛を巻きます。どうしてもねカットで段差が入っていたりレイヤーとかね入っていたりするので、ふわっとした毛が出たりとかするのはしょうがなかったりします。はい、そしたら最後に顔周りとかに必要な分だけスタイリング剤を足していきます。保湿
のミルクを私は今日はつけて仕上げます。やっぱりこの遅れ毛にちょっと潤いがあるだけで違いますよね。なんかさっきまでちょっと大丈夫かなって思ってても意外とね平気なんですよ。はい、じゃあこんな感じで OK です。で最後にもっと強度を増したい方はスプレーとかつけてあげて固めてあげた方が崩れづらくなります。アホ毛とかもさらにスプレーでグーッと固めていくと崩れづらくなるのでそれもおすすめです。はい、じゃあ横と後ろお見せします。はい、では今日はこんな感じでお団子をゴム2本で作ってみました。このお団子をするときにツイストでもいいと思います。めんどくさかったら三つ編みせずにツイストしてあげてもさほど仕上がりに違いがガクンって出るかって言ったら出ないので簡単なときはツイストにしてあげてもいいと思います。三つ編みをするとこのふわふわという何ですかねフリルっぽい感じが細かくなりますし、ツイストをするとざっくり少し大きくなるっていうぐらいの違いです。ぜひ皆さんもね在宅でちょっと髪の毛下ろしたくないって時とかはやってみてください。手抜きに見えない簡単なアレンジでした。